あれ、この形どこかで見たことあるわ。オーケーの水晶を手に入れた。オーケー、お待たせお待たせ。アリエル、またわしの言いつけに背いたな。宮殿の外へは出るなと言ったはずだ。うん、少年よ、お前たちは遠くの海ではなく他の世界から来たのだな。あ、ではやはりお前が鍵を持つものか。どうしてそれを、うん、アリエルは騙せてもわしの目はごまかせる。その不慣れな泳ぎ方ではな。鍵を持つ者なら分かっているはずだ。異なる世界に属する者は互いに干渉してはならない。そんなの知ってるよ。だけどお前たちはそのルールを破ろうとしている。鍵を持つ者は平和を乱し災いを招く。そらはそんなことしないよ。アリエルを助けてくれたことは感謝する。だがわしの海にその鍵は必要ない。っていうのが厳しくしてる理由なんだよね。かわいそう。とはいえアリエルがね、このままだと。おやおや、彼女は深い悲しみに沈んでいるね。かわいそうに、我々が力になれればいいんだが。あのお方なら何とかしてくれるかも。あのお方なら何とかしてくれるかも。誰のこと？きっとお前を助けてくれる。お前の願いを叶えてくれる。どうするなら。あたしを呼んだか、お嬢さん。あなたがアースラ？私。いいのいいの。困っている人を助けるのがあたしの仕事。あんたの願いは、ああ、外の世界へ。なんてことはない。あんたと一緒にいたあの子らだって外の世界から来たんだからね。え？だけどあれは特別。あの不思議な鍵があるからね。おっと、そんなに悲しまなくてもいいよ。あんたのそばにも特別はあるんだから。え？やばいやばい。アリエル、再びイベントです。鍵穴は宮殿にあると踏んでるんだ。だからアリエル、トリトン王に内緒でそこまで案内してくれれば、お前を外の世界へ連れて行ってやれるんだ。この顔。ついにトライデントを手に入れた。アリエル、お前のおかげだよ。やめてアースラ、そんなこと頼んでないわ。どうして？せっかく口うるさい父親を黙らせてやったんだ。そうかい。それじゃあそろそろ連れて行ってあげるよ。お前が望んだ外の世界、ハートレスの闇の世界よ。鍵穴は見つかりません。鍵穴はここにはありません。なんだって？おや、邪魔が入ったね。うん、けれど少しばかり遅かったようだよ、坊や。やべえ。パパ、わしのことよりトライデントを取り戻さねば。急いで追いかけるぞ。お願い、私も連れて行って。私のせいでパパを傷つけてしまった。私がアスラを止めなきゃ。うん。この私もお供いたしますぞ。うん。
はずね。ごめんごめん。ヤシオ。うん。あぶね。お見事。